だけどね、政権変わっちゃったんですよ、法案取るとき。そのときにですね、修正してるんです。で、実務担当者がですね、自民党は平井拓也大臣。で、公明党が高木道夫大臣で、民主党は私がやったんで、中身が分かってます。で、その上で最後にご質問させていただきたいと思うんですけれども、さっき言いましたように、さっき野田総理がですね、野田元総理が大変良い質問をされたと思っています。ずっとまあ、厳しい中ですね、財政規律が守られずに、どんどん毎年30兆借金をする中で、今年2020年度は、ワニの口がこのようになってしまいました。で、これは、本当にしょうがないんですけれど、この借金どうするのかってことですよね、この借金を。で、実は、規模は違いますけれども、まさに20年前、3.11 の時に震災復興の財源が必要でした。震災復興の財源を私たちはその時どうしたのか。歯を食いしばって私たちの世代で払いましょう。孫や子供にはね、この震災の月は回さないってみんなで決めたじゃないですか。それは所得税25年間ですよ。25年間その山口した債務を払うために 2.1% ずつみんなで負担しましょう。住民税は10年、1人1000円。今でもやってるんです。今でも1000円ずつみんな払ってるじゃないですか。そうやって歯を食いしばって法人税は、まあ、3年か2年になりましたけど、法人税もみんなでその震災復興の特別のお金は払いましょうって決めたんです。今回も桁大きいですよ。だけどこれ本当に子供や孫に使わせていいんですか ?30 年でもいいですよ。これを特別の財源を我々、なんか、このコロナが終わった後で、自分たちの世代で払う。そういうことをお考えいただきたい。それで最後に総理に聞きたいのは、私は1月の所信、施政方針演説で感動しました。梶山政六さんが、国民に負担をお願いする政策も必要になる。必要性を国民に説明し、理解してもらわなければならない。おっしゃった。で私は、実は梶山政六通産大臣の時に、大蔵省政局で課長をされておりました。当時、輸入税制っていうのを入れたんです。輸出促進じゃなくて輸入促進。終わったらね、作ったんですけど、大臣が私と課長と局長を呼んでくれて、色返してくれたんです。私に同じことをおっしゃいました。同じ当時ね、自民党の、ね、やっぱり第一政治家って素晴らしい。課長補佐にでも国の国家を語ってくれました。同じ思いです。私、涙が出そうになりました。施政方針演説聞いて。このコロナのお金、総理、菅総理、なんとか私たちの世代で払う。そのお覚悟、みんなで持とうじゃありませんか。菅総理、まあ、私は本当に梶山さんから言えば、総理の孫弟子の孫弟子かもしれない。弟弟子、下の方ですけど、同じ梶山政六先生と同じ言葉を聞いた同志として、総理のご見解を求めます。内閣総理大臣、菅義偉君。